1976年の今金駅と周囲約750メートル範囲。左が、瀬田ナ方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成今金駅は、北海道瀬田名郡今金町アザ今金に、かつて設置されていた日本国有鉄道瀬田線の駅である。電報略号は今、瀬田ナ線の廃止に伴い、 1987年3月16日に廃駅となった。1984年まで運行されていた急行、セタナの停車駅であった。所在地名より、後に町名となった。地名は、初期の入職者、今村藤次郎と金森一郎の名の頭文字を取って命名された。なお、町名、地名は、今金、駅名は、今金と読みに相違がある。 今金になるという駅名の縁起を担いで、1983年頃には、月間平均100枚以上の入場券が売れたという。廃止時点で、相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、列車交換が可能な交換駅であった。互いのホームは、駅舎側ホーム西側と、対向側ホーム西側を結んだ、構内踏切で連絡していた。 線路北側の駅舎側ホームは上り1番線、対向側ホームは下り2番線となっていた。その他対向側ホームの外側に副本線様の側線を一線有し、この側線から国縫い方に短い側線を一線分岐した。また、本線国縫い方の位置2番線分岐部分手前から旧貨物側線を分岐した。職員配置駅で駅舎は、 校内の北側に位置し、ホーム中央部に接していた。開業当初からの駅舎は改築され、鉄筋コンクリート平屋建ての待合室や事務室が広くゆったりと取られ、売店も有した建物となっていた。ホームは他の瀬田ナ船内の駅に比し比較的長い有効長であった。2000年時点で駅舎跡に函館バスの待合所が建築され、旧校内に デモーレン、今金という名の風車型の建物が建っている。また、レールと今金町内に所在した6駅の駅名標が設置されている。近辺の線路跡はオランダ通りという遊歩道になっている。2010年時点、2011年時点でも同様であった。当駅を発着駅とする区間列車が下り1本、上り3本設定されていた廃止時点。 ありがとうございます。